はい、皆さんこんにちは、しょうまにです。ですね、昨日中野でね、はい、共演してきました。はい、とても楽しかったです。はい、ちょっとね、まだ寝起きなもので、ちょっと声がちょっと枯れちゃってるんですけども、はい、まあ、ちょっとそこら辺はちょっと、ご了承ください。で、はい、まあ、ちょっと結構話がそれましたけども、昨日中野で共演してきまして、まあ、いろいろと買いました。はい。買ったりトレードとかね、しました。で、今回はですね、ちょっとその前に、結構皆さん、ですね、テンションがいつもより高かったですね。高めでした。はい。まあ、共演した様子の動画とかもね、一応アップしましたので、そちらを見ていただければ、幸いです。はい。とても嬉しいです。はい。はい。で、まあ、すごく楽しかったんですね。はい。まあ、夏休みだからかな。みんな結構テンションが高かったです。はい。で、今回はですね、昨日中野共演で、まあ、シャッフルトレードと、あと、中野ブロードで買ってきたトミカですね。これも、はい。で、結構ジャンク品のね、トミカが結構詰め合わせで、売ってたみたいで、まあ、それをみんなで分けながら、まあ、トレードっていうのかな。もちろんトレードっていうんでしょうかね。まあ、シャッフルトレード形式で、みんなでね、こう、くじみたいにこうやって引いたんですね。はい。で、それで引いたものを、まあ、紹介します。はい。では、まずは、あれですね。シャッフルトレードで、もらったものかな。はい。もらったものを、紹介します。はい。通常のね、通常のシャッフルトレードです。はい。通常のシャッフルトレードで、もらったものです。はい。では、まず、1台目はこちらです。これはですね、ベルさんから、いただいたものですかね。いただいたものですかね。もらったものです。はい。シャッフルトレードで。はい。とってもかっこいいですね。上の方、ね、黒く塗ってますね、はい。で、ここのヘッドランプもちょっと白く塗ってあります。はい。後ろは大丈夫かな？あ、ちょっとここに黒く塗ってありますね。はい。これもちょっと改造に使ったのかな？多分ね。はい。では、こんな感じですね。はい。で、続いて2台目ですね。こちらは、無限さんから、いただいたものですかね。シャフレトレードで、はい、いたものです。まあ、箱はスカイラインですね。ですけど、中身は、こちらです。ベンツですね。ベンツの、メルセデス・ベンツの、C クラスって書いてありますね。これ、スポーツタイプですかね。ここのバンパーとかもちょっと、はい。違いますね、通常版と。で、あとナンバーがついてますね。で、ここにね、なんだっけ、羽的なものがついてたみたいなんですけど、これ、切っちゃったみたいですね。はい、無限さんが言ってましたけども。まあ、でも、全然大丈夫です。はい、本当にありがとうございます。ベルさんと、S13 無限さん、本当にありがとうございます。とても嬉しいです。はい。では、続いてですね、中野ブロードウェイで、ジャンク品トミカですかね、の詰め合わせで、みんなで買って、で、それで、まあ、シャッフルトレード形式で、皆さんでくじみたいにこうやって引いたんですね。で、それで、まあ、引いたものですかね。引いたもの、当てたものを、紹介していきたいと思います。当てたものって言ったらおかしいですね。まあ、ちょっと見ていきましょう。結構、レアなトミカが結構ありました。レアなトミカや、古そうな、ミニカーですかね、が結構ありまして、では、じゃあ早速、じゃあちょっと待ってくださいね。今ちょっと全部取り出します。はいですね。ではじゃあまずはこちらからいきましょう。バスですね。バス、はい、バスです。スケールは100分の1ですね。
で、バス名はちょっとわからないですね。はい。バス名はちょっとわからないですね。で、あ、日野って書いてますね、日野って。日野のバスですね。はい。ちょっと正式な社名が書いてないんで、ちょっとわからないんですけども。で、日本製ですね。ということは、昭和の、すいません。すいません。ちょっと寝起きなもので、本当に声がガラガラですけども。はい。すいません。で、そうですね、昭和のバスですかね。はい。もう、はっきり言ってこれ昭和のバスですね。で、ちょっとマジックとかも書いてありますね。なんか、マジック書いてありますね。で、ここドアが開くんですね。ここも開きますね。はい。あ、でもしっかりこうやって走るんで、まあ、状態はいい方なのかなと思いますね。はい。古さを感じますね。で、続いて、こちらですね。赤いエスティマ。赤のエスティマですね。赤いエスティマって言ったらちょっとおかしいですけど。で、まあ、これ2000年のトミーで、ディズニーのやつですね。ディズニーですね。で、はい、トヨタエスティマ。で、中国製で、ナンバー99番で、スケーラーは65分の1ですね。で、アクションは、サスペンションがついてなくて、後ろの後部ドアが、開閉します。はい、こんな感じですね。ちょっと、全体的に見ていきましょう。ここに、熊野プーさんの仲間たちが書いてあります。描かれていますね。はい。こんな感じですね。これ多分セットものだったのかな多分。そうですね。セットものかもしれませんね。はい。続いて、ですね。これかな。はい。これです。はい。もう多分これ外車ですかね。もう左ハンドルなんでね。はい。これなんだろう、フォードかな、フォードっぽいですね。なんか。これはでも明らかにトミカではありませんね。はい。明らかにトミカではありません、ね。モアキャンっていうのかな。で、マジョレットっていうシリーズですかね。で、フランス製ですね。はい。フランス製です。はい。もう、思いっきり外車ですね。はい。ちょっと社名がよくわからないんですけど、まあ、もしわかった方いらっしゃれば、下のコメントで、教えていただければ、嬉しいです。はい。多分これ、僕的には多分フォードかなと思うんですけど、どうなんでしょうかね。はい。では続いて、こちらですね。ロンドンバスみたいなんですかね。ロンドンバスですね。はい。こんな感じです。はい。なんか英語が書かれていますね。で、上はですね、ここに、レゴのね、シールが貼ってあります。はい。で、これはですね、1972年って書いてますね。で、イングランド製で、はい。ナンバー17番。ザ・ロンドンナー、ロンドンナーかなですね、多分。ザ・ロンドンナー。ちょっとわからないですね。はい。メーカーもちょっと、よくわからないですね。はい。まあ、こういう感じですね。で、アクションは何もついてないですね。普通にこうやって走る感じですね。はい。で、続いて、こちらですね。こちら、ちょっと同じものがダブっちゃってるんですけども、はい。これもなんかフォード的なものですかね。さっきのこちらと似てますけども。なんと、ハンドルが片方ついてないバージョンですね、こちらはね。でも本当に同じものです。はい。同じものです。はい。これちょっと折れそうだね、ほんと。はい。で、ですね、こちらは、メンドイ香港ですね。香港製です。はい。僕、香港大好きなんでね。はい。とても嬉しいです。はい。で、まあ、この社名がやっぱ書いてないですね。WT234 なのかな。こちらも香港ですね。はい。まあ、多分これも昭和の頃に発売したやつかな。はい。ですね。はい。で、最後ですね。これはもう、レトロすぎますね。トラックですね。はい。普通のトラックです。で、こちらも香港製です。はい。とても嬉しいですね。で、ちょっとね、ここにね、ついてたみたいですね。なんかしら。
多分なんか台かなんかついてたのかな。それがないしですね。あとここにフロントガラスもあったようですけど、こちらも全然ないですね。はい全然ないです。でここにちょっと落書きみたいなのがねありますね。はい、こちらパカッてこうやって荷台がこうやって上がるのかなと思ったんですけど、上がらないですね。はい、ということはこれはサスペンションも何もついてないですね。あ、ちょっとなんかついてるような感じがしますね。ついてないか、気のせいでした。はい、でこれもこういう感じで走ります。はい、以上で、はい、トレードしたもの、今回は、トレードしたものを、ご紹介しました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら。あと、また、機会があればまた共演しましょう。それではさよなら。